SKJ ビレッジ。はい、ご視聴ありがとうございます。 SKJ ビレッジの SZ と佐賀とリンゴです。はい、 SKJ マイクラ動物園を作るという企画、はい、もう10本目です。はい、10本目にして、まだホッキョクグマが見つけてないのはどういうことということで、ショッキングですね。いや、今日は、はい、まあとにかく先に進む、はい、今家から4方向に向かってこうバーって開拓してるんで、それをさらにえぐく行って新しい場所を見つけていきましょう。はい、だからもう別行動です、今日は。で、ごめんなさい、僕が今日4方向目を掘る人です。そうですね、今は3行ってる。4方向に行ってるんだったら1個北極あるよな、今。だって東西南北じゃないかな。めちゃくちゃ納得したんですよ。どんだけ海続くん。ちょっと牛が振り向くっていうのはダメ。いや、俺は島にぶち当たるのがね、見ない。どうする、無限だったその後。え、どうするそれ俺。いや、無限いいよ一回。どうするかどうかで言えば絶対向かない俺は。言うたろ、絶対島を当てる俺は。もう進化も、もう島探すもん。島探す、いや、でもこれまだちっちゃい湖だな。ここにまだ大陸がある。もう早く大会に来なよ。ただこれシャンクス見てたから。あ、でもイカいるってことはこれ大会。あ、大会じゃねえ、大会はいいぞ。いつどんな島が来るかわかんねえから。あ、海賊王急に。急に海賊王だね。うん、なんか俺さ、キノコ島見つけたからさ、うん、いや、その感動は多分ね、俺すごいと思う。その感じになっちゃった、もう脳が。俺はね、コロンブスだから、ほぼ。なるほど、うん、お前らも早くコロンブスになりな。なるほど、うん、お前らも早くコロンブスになりな。マジでしばらく後ろ見てないよ。いいな、後ろ見てよ。絶対見ない。どうした、見てくれる。いや、相当どういう絡み方。村マジ第二村。いや、もうすっちゃけ第四村くらいよ。第四村だな、多分。君はもう笑ってこらえてだ。ダンスだね、すごいな。村発見しすぎ。ガチ大会じゃん、すごくない。なんてやってほしい。オーランドブルームか。オーランドブルームか。いや、だいぶかっこよくなったな、急に。それもうあれ、大会の中系よ、どっちかというと。あれ、陸に上がれない系。そう。俺はブロック使い切る前でに、海の中で。もしブロックさ、使い切ったら振り向く。さすがに俺は振り向かずにダッシュしてる。でも帰りどうすんの。ああ、帰りは後ろ向きで走る。お前ロマンを追う男だな。好きだ、そういう男。パッて島と背中がぶつかりたい。やべ、超その瞬間見て。ちょ、ぜひ今日のうちにその、うん、あれってなるから。使い切っちゃう。木だ、木を使ってやる。もう、もう使うよこんなの。ああ、もうこんなに進んだ、見て。すごい、こんなに進んだの俺は。それもうちょい進んだらガチじゃなんかあるぞ。じゃあ後ろ向いてみ。でもブロックが、いや、ちょっとだけこのここも無理。俺はマジでブロック取りに行く。で、絶対後ろに北極あったから信じて。いや、まだ見てないじゃん。でも、でも見て何もなかった俺。アイアンゴーレムになんか敵視されてる。いや、見てるだけだ、それは。本当に？多分。俺殴ってないで、村人今度ガチで。だったら大丈夫だ。走って走って走って。ガチで。だったら大丈夫だ。走って走って走って。走って走って走って。なんで俺にさ、何もやってないのに。いや、日頃の行いなんだろうな、きっと。日頃の行いだったら殴れ、俺も俺も。視聴者みんな納得の出来でした、今。あ、ダメだ、これずっと俺追いかけて暮らしてた。チカチカチカ。チカ頑張れ。一だ一だ。とりあえずまっすぐ走れ、とりあえず。あ、俺ここ入って閉める。よー、走れ走れ、まっすぐ走れ。ガチでしつこい。一旦この村出ます。戦うことを決めたアイアンゴーレムと。そう、チカやられんだよ、任せろ。ジャンプ。ジャンプ。一撃で思い知らされたか今。完全に変えねえ、完全に。これで勝てるわ多分。もうどう、アイアンゴーレムと戦う人か君は。だってこれずっと来るんだもん。あ、すごい、すごいね。すごいよねこれね。よかった。クソガキ対面マネで絶望よ今。クソガキよ、もう本当にうざかったわガチで。その手があったかって顔してたな、あいつも。
10分は取られたもんあって、ずっと俺どこ行ってもついてくるから何も好きなことできねえ。これでもう村を襲えるから。アイアンゴーレムは仕事してたの。そういう意味ではガチでいける。さあ先は見ずに爆走して戻っております。お、抜けた。なんだいここは。抜けるとウキウキする。ちょっとそれどういう、あ、海の中がじゃない、見えちゃあー、じゃあそれどういう、あ、海の中がじゃない、見えちゃあー、じゃあなん、どんだけ村見つけんのマジで。土おいたー。おお、すごい壁。うわ、上に行く俺は。ついに着いたぜ。俺はここにいた。え、しゃがみ解除して。え、あ、無人島まだ先あるわ。すっげえよ。撮影時間いっちゃうか。あ、もう7時だ。わお。あと20分行こう。やっても意味ねえからほぼ。まあ誰かが北極を見つけたら、まあそれでワンチャン一度かな。エゼツのその次の未来にかけて、エゼツしかないよぶっちゃけ今多分。エゼツも北極が見つかっちゃうんでしょ。もうすぐだよ絶対。だからあんなに海進んでないってことはないもん。絶対見つかるから。着きました。さらに掘っていきます。いやー頼むエース。これだからかかってるガチで。いや、お前らにもかかってはいて。かかってはいてとか。また一歩、あ、大海原への道、始まりました、私。大海原さんですね。これはかなりきついですね。それは、大海原に出てから言ってください。はい、大海原ギャグは。俺にしか言えません。アラーム鳴った時に、俺が北極の上に立ってなかったら、マジで。くっそえぐい寒い北極がギャグ頼むわ。代わりに北極の代わりに。えきちいなこれ。ここが北極になるけど。まあ最後ちょっとそれはもう俺がやるわ。一回寝ます。え、なんか、み、お、え、うわぁ、うわぁ、うわぁ、やったー、3000。え、うわぁ、うわぁ、うわぁ、やったー、3000。本局もいた、本局もいた。バカ、おい、閉じ込めて一回見つけたぜ。え、先生、首も首はないです。とりあえずここに置いとく。おお、ナイス。マジやばい。ちょい離さった今。俺マジで氷見えた足元に。めっちゃやばい。マジで鳥肌立った。言ったもん全部返した。え、それ超かっこいいじゃん。すごくない？俺は諦めなかった男だ。そう、信じてればね、北極が出るの。なんかガチでいい話になってきたな。これはね、もう教訓ですね、皆さん。そう、受験生のみんなにも言いたい。今俺この動画を10分間見た人はもう分かったでしょ。諦めなかったらできるの。でも受験生というか視聴者はサムネ見て分かるの。あ、おい、ざけんな。ちゃんとクマもいたしな。北極クマいたな。ちゃんとすぐいたな。ちゃんと、もう出迎えてた。歓迎してくれてたのよ。よく見つけた。北極熊もスカウトされるよな。そんな園長がいる動物園に来てよな。だよな。そんな園長がいる動物園に来てよな。だよな。諦めずに探してくれた。あの北極熊は3000キロの旅に出るわけ、これから。俺らの家に来るまで。確かにな。大変だぜ。連れて帰れる？うん。でも、行くって顔してるわ、こいつら。な、お前さ。本当だ、子熊もいるじゃん。ほら、懐いてるもん。え？え？何、懐いてんだよね。え？ちょっと、食らってる。さすがに攻撃してないでしょ。死んだらあれよ。バカ死ぬ。どこにいるんだ君は今。肉とかあげなきゃダメなんじゃないの。確かに魚。お、待って、タラ。
違う。鮭だ、鮭。ただダメ。タラごときダメよ。やばい、殺される。ホッキョクグマに。